わ、なんかすごい下だった。下だったな。ちょっと待ってよ。最近ゲームにハマっているので、ゲーム環境、パソコンの環境を整えようと思う。ここを開けたんですよ。で、ついに今日、その、なんかいろいろたちが届いて、今ね、箱から出して、この状態。で、悩み、なんといっても、こういうのがすごく苦手なわけなんですよ。弱点。うん。ミユが炎だったら水みたいな感じなんで、じゃ今から、その、作っていくのを撮ってみようかな。やっていきたいと思います。レッツゴー。やっていく。さあ、行くぞ！よいしょー。これ映んのかな、これ。謎にこれ以上、あ、下がる下がる。これを下げればいい。説明書がありまして、電気からこれがすごい。いや本当になんかこういうものができるらしいんですけど、できる気がしないね。やばいねこれ。まずポイント、すべてのネジを8割くらいに仮締めする。締めすぎないみたいな感じかな。最後にすべてのネジをしっかり締め付けるポイントだから、なんか手順的なやつ教えて。で、パーツはね、こう確認したの、さっき。ちゃんと全部ありましたんで。あ、これじゃない？いや、1。車輪 Y。待って。Y。Y？ を、フレーム7に締め込んでください。もう、ダメ。もう意味わかんないもん。車輪 Y って何？とりあえず、この、でっかいやつと、あー！多分、この、この小さいやつのことですかね。あ、車輪？車輪って車輪じゃない？これじゃん。なんだ、この話じゃん、車輪って。これを、7の、これの、完成時の3つ、やりたいですね。これが、こうなるから、からここにつける。あれない。あ、ここにつけるんですね、きっと。マジでこういうのできないんだよね、意外と。え、全然入んないんだけど。絶対違うじゃんこれ。はい、助けてください。あ、こっちだ。こっちでした、こっちでした、こっちでした。8割くらいって言ってたもんね。最後締めるの忘れそうだな。だってこれさ、なんか回すものみたいなあったりするのかな。ないよね。手で回すしかないってこと。8割これくらいかな。あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ、できてるできてる。なんかね、小学生の時は趣味がなんか説明書を読むこととかだったんだけど、これマジでなんか多分書いてあると思う。昔のクラスのそういう、なんだろう、なんていうの、ああいうね。これが、こうなる予定。で、これ、もう一個も同じように、ですね。はめていきます。お、ちゃんと読めばできるのかもしれない。何時間？ 1 時間ぐらいかかっちゃうかも。めちゃくちゃ長回しになりそう。いや、絶対これなんかさ、回す器具みたいな、あるよね。まあいいや、なんとかなってるから。本当は近所の、なんかね、おじさんとかに手伝ってもらおうかなと思ったんだけど、動画にしたいから一人でやっています。えらい。 OK、 これで1の工程は、ん、まだだった。次こっち、配線穴を。配線穴を、配線穴って何、配線穴って何、配線穴って何。ちょっと待って。あ、板の話ですかね。これですね。これ配線穴らしい。これに差し込んでください。ん？で、ネジ C。ネジ C。ネジ C って何ですか？あ、書いてある。これに。よいしょ。このネジ C。ネジ C を使うようです。完成図でした。完成図。あ、これ一人じゃできる？一人できる？かな？え？マジ？
めちゃくちゃ大変じゃんこれ。一人でやることじゃないかもしれない。あ、ん？ん？入ってるかな？思ったより大変だぞ。板5の穴に合わせて配線穴を板5の穴に合わせて差し込んでください。あー、いやでも多分合ってるのかな。あー、もうやばい。合ってるんだと思うんだけど、こうなってで、かつこうなってってことでしょ。で、プラス板、あ、板2が何もない。これかな。これを下に取り付けなくちゃいけない。よいしょ。あ、これだ。板にこれです。よいしょ。ここに。え、待って、無理じゃない？これ絶対無理だよ。板に。うん？板にを。めっちゃ汗かいてきたんだけど。あ、ちょっと待って、これ無理だ多分。ごめん、やろうとしたけど無理でした。あの、さすがに近所の居酒屋のおじさんたちを招集しようと思います。無理でした。バイバイ。